はいどうもこんにちは。今日はですね、こちら300均のさ、3COINS に売っていた、今ツイッターとかで人気のあのシャボン玉を作るマシンをゲットしてみました。バブルファンっていう商品です。これを今日は丸米くんと一緒に使って遊びたいと思います。これ対象年齢6歳以上です。中身はこんな感じで、本体とシャボン玉の液が2つついてます。この蓋をくるくる開けるんで、銀色の蓋がついてるのでこれを開けます。そしたらここに装着してくるくる回して閉めます。これだけです。丸米くん行くよ。プシュプシュやったら出てくるよ。行くよ。おお、出てきた出てきた出てきた。うわすごいね。やってみ。プシュプシュやる。プシュ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 、ほらほら出てきた出てきた、ほらほらほら、うおうわすごいすごい、ほらすごいすごい、ほら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 、うわー、いくよ丸亀くん、ほら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 見て、おおどこ行ってんの。よいしょ、丸米くんどうだった？楽しかった？うん、どうやら楽しかったようです。よかった。300円でこれ結構遊べるね。今ね、連続でしてね10分ぐらい遊んでたんですけど、もう一つ残ってるし、これなくなってもね自分で作れるじゃないですか、シャボン玉の液って。だから結構ね楽しめるかなと思います。ぜひ皆さん 3COINS に行ったら買ってみてください。それではバイバイ。ただいま。思い立ってDIY をしようかなと思って、いろいろ買い揃えてきました。キッチンのところにね、ちょっと棚を作ろうかなって思って、この木を買ったのと、あとね、工具が全然ないので、それをちょっと買い揃えました。実家にはあるんですけどね、こっちの家にはないので、こっち用にとゲットしました。このセットでちょっと頑張ってみましょうか。それでは、レッツスタート。
はい、できました。どうでしょうか。こんな感じです。ここね、棚ができたので、ここ1段と2段3段こういう感じでね、この辺はどの道手が届かないんで、もうあんまりするのをやめました。途中ですね、ドライバーが入らないからどうしようかなと思ったんですけど、ミニドライバーを買ってて本当に良かったです。ここにドライバーが入らないからどうしようかなと思いましたよ。で、これを先につけちゃったからドライバーがね入んなくて、これやばいやばいと思って、ミニドライバーがあって本当良かったです。ということで、今日はいろいろやりましたね。こういうのも作ったし、なんか出かけたし、そんな感じで私の休日は終了でございます。それではさよなら。はい、どうも皆さん、ヤスニングの楽屋へようこそです。はい、今日はね、ほんと一日よく動きましたよ。で、あの 2x4 のあのね、木材があって、で、それでね、このまあ棚を作ったんですけど、あのね、もう塗るのとかワックスとか塗るのちょっとめんどくさかったから、横着してもう塗ってるやつを購入してね、もうそれを組み立てたんですけど、あのむちゃくちゃ簡単なんですよ。あの 2x4 でやって、しかもなんかきっとこのね、なんか下の土台じゃないけど、こうガチャってはめて天井もガチャって止めるやつとかも売ってるから、もう単純にカットして組み合わせていくだけで結構ね、簡単に棚とかができるんで、本当おすすめです。見てみましょうか、皆さん一緒にね。はい、こんな感じです。あちら辺はね、ちょっとまだレビューしてないベイプ用品とかがあるんですけど、こんな感じでちょっとね、おしゃれな感じにしてみようかなと思ってしました。で、ここの棚も白だし、この背景も白、壁紙も白だからね、この木とかもちゃんとね、あの白っぽいようなやつをしようかなと思って、あえてこれにしました。で、こっちも白だから、なんかこう空間をさ、広く見せたかったっていうのがあって、ここがね、結構木目で、なんつうのかな、木目というか茶色っぽいようなウッド調、本当になんかちょっと使い古されたウッド調みたいなアンティーク系のやつにすると結構圧迫感が出ちゃうんですよ。なんで結構ちょっとね、白目にしてみました。で、こっちちょっと汚いんだけどね、ごめん、汚いんだけど、こっちの棚はもう全部、もうめちゃくちゃになってるけど、こっちの棚はもうこう2個あるんですよ、シェルフが。こう2個あって、これがもう壁一面になるようにセッティング。もうここはね、ちゃんと整理しないといけないと思ってるんだけど、もうごちゃごちゃになってしまったと。そしてさらにこの棚をつけてしまったという、そういう感じでした。まあでもこれ結構いいと思う。あんまり見えないからね、四角だから。こっちにやってしまうとちょっとまずいんだけど、こっちだから結構ね、誰にもあんまり見られないという、そういうシステムです。で、ちょっとね、観葉植物みたいなのを置いたりとかして、ちょっとこじゃれた感じにしようかなと、企んでおります。みたいな感じでね、まあ今日は一日終わったわけですけれども、ぜひね、皆さんやってください。で、今日買ったのね、一応 URL とか載せておくつもりなんだけど、こいつ、おいしょ、これ、まあ、こんな大げさなの買わなくてよかったかなと思ったんだけど、これね、サンドペーパーじゃないけど、なんかこうヤスリがついてるんですよ。このヤスリマシーンみたいなのがついてて、なんか別個で買うよりかはもう一式になってるやつの方がいいかなと思って、別にそんなプロ用な機材じゃなくていいかなと思ってさ。で、まあ、後々にね、やりたいことがあって、あれしたいんですよ。パソコンデスクを作ろうかなと思って、今ね、普通にニトリの、PC デスクの幅がね、120ぐらいのやつを使ってるんで、それを160ぐらいのパイン材のやつでやって、それこそウッド調のあの茶色っぽいようなやつワックスがけして綺麗にしてやろうかなと思ってるんだけど、ニトリのさ、足をちゃんと使いたいのよ。もったいないじゃないですか。だから足だけ取ってそれにつけようとすると、あれとか必要なんですよ。鬼目ナットとか、鬼目ナットで天板にこう穴とりあえず開けて、ナットというか鬼目ナットをグワッとこうねじ込んで、そこで、止めていくみたいな感じの、足を止めていくみたいな感じのね、方法を取ろうかなと思ってて、だから、まあ、厚みもそこそこあるやつの、しかも横幅160の縦がね、今60だから70ぐらいにしたいなって、ちょっと広めにしないと作業スペースが全然なくて、
結構困っちゃうみたいなところあるんで、そういう感じのものをねちょっと作っていこうかなと。だからあのドライバーの一式みたいなセットも買ったし、あのノコギリも買ったんだけど、あと何買わないといけないかな、あそうそう、あとドリルのね穴のやつ買ったんかな、なんかねいっぱい買ったんですよ今日。なんかね、なんだっけな、ドリルのやつはね買ったかな、あ買ってた買ってた、でも多分サイズがもしかしたらないかも。このセットこれを買いました。まあ一通り揃ってるからまあいいかなと思って買ったんですけど、まあ、ちょっと使っていきたいと思います。ということで今日の動画はですね、なんかあんまりトーク全然なかった、結構音楽に乗せて映像をねブワーってやっちゃったような感じになってるけど、見てくれた方ありがとうございました。またなんかこういう動画結構好きなんですよ個人的に、あの作るのがね結構楽しかったりするので、はい、また見てやってください。ということでご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。